フランソワ・ジュリアン・ブランは、フランス出身の指揮者、フルート奏者、作曲家、サンテティエンヌの生まれ、パリ音楽院で、フィリップ・ゴー・ベールや、マルセル・モイズ等にフルートを学び、1928年には一等賞を、得た。また、火星や大砲などでも一等賞を得ている。1937年までにはギャルド・レ・ピューブリケーヌ、吹奏楽団のフルート奏者として活躍するように、 なったが、1945年から1969年まで、同学団の学長を務めた。1961年にはギャルドレ・ピューブリケーヌ、吹奏楽団と来日を果たしている。同学団の学長を退任後は指揮者として、コンセール・ラムルーやコンセール・パドルー等に客演した。パリにて死去。フランスは、ジュリアン・ブラン1909から1990、コンポジトル、 2019年9月16日時点のオリジナルより、アーカイブ。2019年9月16日へ閲覧。ウィンドムーシク、ブラン、フランソワ・ジュリアン。2015年5月18日時点のオリジナルより、アーカイブ。2015年5月18日へ閲覧。フランソワ・ジュリアン・ブランディスコングス。フランソワ・ジュリアン・ブラン IMDB ハットアーカイブ2018年10月14日。ウェイバックマシン。 ありがとうございます。